今回はですね、もう年末なんで、ちょっとゲストの方をお呼びするというのではなく、特別企画、お便り特集で行ってみたいと思います。まああの、ちょっとね、年末ですから緩めにやりましょう。えー、たくさんたくさんメールいただいてますんで、メールをご紹介する回です。えー、一緒に進行してくれますのは、新日本プロレスの下吉幸さんです。よろしくお願いいたします。どうも。 こんにちは。はい。いつもね、収録の、はい、<laughs> 現場にはいますけど、はい、この番組の、まあ本当にいろいろとコーディネート、はい、プロデュースをやってくださってますが。すねはい、ありがとうございます。はい、これどうですかねいっぱいメール届いてて、マシモさんは全て、目を通されて、はい、もう目を通されてますよね。はい どのあたりの反応が一番多かったですか、ねえとまあ、やっぱりその内藤選手とか、はい、まあデスペラード選手っていう人,、ねはい、人気がある方も、まあ、その内容も含めて多かったんですけど、えーとまあ、石森選手の回、あとこのあと、太一選手の回が続くんですけど、そこらへんが非常に、あのー、多かったですね。 じゃあちょっとご紹介しましょうか、はいえー、石森選手に対して、はい、ジオ・フェルナンデスさん、はい、石森選手のノア・マッキのお話が印象的でした中田選手の回でもありましたが会社の状態が悪いときのお話というのは面白いです <laughs> 確かに、ね、<laughs> <laughs> まあまあ聞けますよね, <laughs> すねいくらでもやっぱこう、はい、笑って聞けるっていうかね、はい ある程度こう、時間が経たないと、これはこう笑えないというところありますから、はい、今では笑えるけど、本人にしては笑い事ではない、笑い事ではないので、いい趣味ではないのも理解しておりますので、お許しください<ー>と書いありますね。はいうん それから、ポッドキャストのームは千夏さんです、はい、前回のメッセージでも書いたんですが私は石森選手の会がとても印象に残っています私は棚橋選手のファンだということもありベビーフェイスのプロレスラーが好きなのであまり石森選手のことは詳しく知らなかったんです番組で相撲の話や海外での話を楽しげに話しているのを聞いてリングでは見せない石森選手の素の人柄に触れたような気がしました時折敬語になるところをなんかキュンとしちゃいました番組のヘビーリスナーだというところもいいですねだって私もヘビーリスナーですもの仲間です また番組のゲストに来て楽しいお話を聞かせてほしいですと書かれています。はい、ギャップですねそうですね、うん、あとまあ、本当に書かれていましたこのヘビーリスナーかなり尋常ではないヘビーリスナーというか本当に聞かれていたので、まあ、この回もどうでしよう聞いていただいているかもしれないですけど、はい、いやそれはちょっとびっくりしましたね。 なんか言われたのはその日焼けマシンに入るとき、うん、大体30分ぐらいらしいんですよね、はい、ちょうどいいと、この番組、ちょうどいいとちょうどいい、時間的にちょうどいいっていうね、本当に一番聞かれてるレスラーは石森選手だと思います。はいはい、そうですね、うん ねえー、それからじゃあ、太一選手いってみましょうか、うあタイさんが一個前ですこれは健人さんからいただきました、太地選手の回が一番面白かったです、前編はすべて相撲の話で、相撲好きな私としては、貴乃花さんや、春馬富ふじさんの話など、分かる分かると、にやけながら聞いていました、うん、後編は全日本時代や師匠である川田さんの話には、苦労されてひたむきに頑張る太地選手を一生懸命応援しようという気持ちになりました、うん、ぜひまたゲストに迎えてほしいです。うん この方、相撲が好きだと。そうですね。うん、はい。 反対に相撲全く興味のない方チアーズさんです相撲があまり興味がない人でも楽しめる内容でしたここまで楽しく話をされると実際に見てみたくなりました私自身あまり相撲に興味はありませんでしたが実際に見てみるとほんの数秒で決着がつく中でいろいろな駆け引きがあるので見て面白いなと思いましたそうです、ね、実はこの太一選手の回と、はい、あの石森選手の回とこう相撲の話がちょっと続いたのもあったので、はい、この辺で僕なんかすごく清野さん、ええ、まあその前も 結構やられてましたけど、趣味の話というか、その方が一番楽しそうに話す話にフォーカスを当てる感じにちょっとなってたので、これ、どうですかね、いっぱいメール届いてて、真下さんはすべて目を通されて、目通されてますよね、特にこの2回分はちょっと、その前の下田さんの前女トークもこの辺がたんですけど、でも確かにこの辺から、前編はもうプロレスの話、ゼロ っていうパターンでしたよね、今回、はい、しなかったですねっていうのが、増えてきたじゃないですか、はい、ですね、で、はい、後編ですよみたいな、<laughs> <laughs> トランキル方式ですよ、そうですよね、はいはいはい、まあ、待ってと、ま,まあ、仙台をつって、後半に持っていくみたいな、はい、なんか、番組の最初の方は、逆に僕からのリクエスト、最初ちょっとこう、なんか、プロレスのことを聞いてくださいみたいな、ちょっと割と僕がねじ込んだ感じになってた気がするんですけど、はい、で後編でちょっと趣味っぽいというか、はい。 でもなんか前半でそれを先に聞いちゃうっていうのは、この辺からちょっとなんか。ああ、言われてみればね。はい、そうだ。はい、で、みんなやっぱりね、プロレスの話よりね、はい、こういう話の方がなんか楽しそうですよね。ね <laughs> ちょっとやっぱこう、プロレスラーに戻るっていうかね、そのはい、プロレスの話だと。趣味のお話、全回の方が本当にノリノリで語っていただけるので。いやー、それ本当そう思いますね。はい、そういう意味で言うと、ね、やっぱり吉橋さんの回もね。いや これは相当な回ですよね、これはだってそうですよ、ね、前半は全く話してない <laughs> そうなんですよ、いただいてますよ、はい、これね、はい、ポッドキャストのネーム、熊助さんからです、はい、私が一番印象に残ってるのは、全くプロレスの話がされなかった吉橋選手の前編です。<laughs> この回は、吉谷選手のルーティーンや食事情について語られており、吉谷選手の名言が何個も飛び出した神回だと個人的に思っています。はい、中でも印象に残っているのは、親子丼の話です。<laughs> 大葉を大量に入れているため、親子丼が真緑になっているという話は何度聞いても爆笑してしまいます。<laughs> 今度は、ャ笑ンの二人で出てほしいですと書かれてありますね。はい、えー、それから、ゆかり28さんです。吉谷選手の回、同じものは連続して食べられない。 カレーは食べても3日と吉橋さん。清野さんがそれは普通ですよねと突っ込みを入れ,入れるのに爆笑してしまいました。そして親子丼やオートミールは週3日食べるという矛盾も、<laughs> 吉橋さんらしくて面白かったですって。<laughs> 最高ですね、吉橋さんから、ね。思いっきり矛盾してましたよね。はい、そんな同じものを毎日食べれなんて俺無理だと言ってましたよね。<laughs> 言ってました。カレーを毎日食うなんて、<laughs> 信じられないと。<laughs> <laughs> 言ってました言ってましたねでもその後とはオーソドビールは毎日食べられるって <laughs> 前中のレッストランドキングダム」「ポッドキャスト」